春の青虫対策。青虫を放置すると野菜が全滅してしまいますよ。春に発生する青虫というのは皆さんおなじみのモンシロチョウの幼虫です。主に油中の野菜に発生することが多いです。大根や小松菜、ブロッコリー、油中に発生するので注意してください。予防対策をご紹介します。1つ目です。油中野菜の花を咲かせないようにしてください。油中野菜に花が咲きますとモンシロチョウが集まってきて卵を産みつけます。特に黄色い花は要注意と言われています。2つ目、油中の雑草を除去しましょう。油中の雑草はナズナ、菜の花、こういったものがあります。生えていたら除去してくださいね。3つ目、葉の表面をチェックしましょう。アオムシは寒さに強く表面で食害をしています。幼虫がいないかチェックしていきましょう。小さいアオムシも大きくなるとひどい食害を起こします。早めに退治してみてね。